はい、皆さんこんにちは。今日はホンダの NBOX の、ワイパーを定期交換していきたいと思います。新車で購入して、2年以上経ってるんですけど、まだ1回もワイパー交換したことないんで、今日は交換していきます。ワイパーの交換は、実は自分でやれば結構安く済む、メンテナンスなんですよね。今回買ったのは、エアロタイプのワイパーゴムとワイパーブレードがセットになっている、ワイパーですね。ちなみに購入価格としては1490円ぐらいで買いました。運転席側が 475mm、 助手席側が 425mm です。実は結構簡単に、ワイパーって交換できるんで、自分でやれば車の維持費も削減できるし、結構おすすめの、日常点検の一つかなと思います。僕は2年に1回ぐらい自分で交換してますね。ワイパーのゴムだけを交換してもいいんですけど、ワイパーブレードごと交換した方が楽だし、しかもそんなに高いわけじゃないんで、僕はワイパーブレードごといつも交換してます。はい、2本新品で買っても1500円なんで、めちゃめちゃ安いかなと思います。車の取説ってあんまり見る人いないかもしれないですけど、ちゃんと車の取説にワイパーブレードの交換方法とか、めちゃめちゃ丁寧に書いてあるんですよね。実はまず運転席助手席のそれぞれのワイパーをワイパーアームを起こします。でそしたらホルダーを起こしてブレードをスライドさせてワイパーアームから取り出す。めっちゃ簡単です。ここの爪を起こします。そしたら手前にスライドさせて、そしたらもう取れますね。こういうワイパーに爪がついてるんで、それが引っかかってるだけですね。でこのホルダーで固定されてるだけです。はい、右側が純正で左側が今回買ったエアロワイパーですね。少し太い、475mm ですね。少し引っ掛ける構造は違うですけど、やってることは同じです。こうかな、こうやって引っ掛けて、上側に持ち上げてはめるだけですね。はい、これで片方終わりですね。助手席側も同じように、こういうなんかシンプルなメンテナンスこそ自分でやった方がなんか愛着も湧くし楽しいんじゃないかなと思います。はい、終わりましたね。1分とかで終わります。拭き取りが悪くなってきてから交換するんじゃなくて、悪くなる前に、安い部品なんで1500円っていう安い部品なんで、悪くなる前に交換するのがいいかなと思います。ちょっとおしゃれ気出してみる。めっちゃいい感じに拭き取れてます。はい、ということで今日は NBOX のワイパー交換やりました。簡単なメンテナンスなんで、車の維持費削減にもなるし、ぜひ参考にしてみてください。また次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。